ただですね、これ重大な勘違いをしてます。精霊で定める使用人のイメージがつかないからなんですよ。ろくな奴らじゃないんです。これがまず大前提なんですよ。まとめて取り締まらないと意味がないんです。要は支店長なんです。雇われ店長です。さあ、行政書士の不動産大学取り消し編ということで、不動産大学の動画数もついに200本を突破いたしました。皆さんのおかげでございます。開始した時にはですね、なかなか想像できませんでしたが、今ではですね、目当ての動画を探すのに一苦労という状況かと思います。最近はですね、再生リストに分野別で動画を分類してますので、過去動画を見たいという方はですね、ぜひ再生リストの方を活用してみてください。あとはですね、チャンネル内検索で抵当権とかですね、区分所有法とか入れてもらえれば探すことも可能です。最近見始めていただいた方からですね、よく視聴する順番を聞かれるんですけども、このチャンネルはですね、講義をしているわけではないので、基本的には自分の気になる分野のものから見れば大丈夫です。このチャンネルはですね、つまらない試験勉強を楽しく面白く学ぶことによって、モチベーションをアップ、理解度アップを目的としている不動産資格取得バラエティなので、大学の授業のようにですね、順番で見なくても理解ができますのでご安心ください。好きなものを見てください。ちなみに、借地着火法とか区分所有法とかですね、シリーズ化しているものもあります。ああいうものに関しては、タイトルのところにですね、シャープ1とかシャープ2とか書いてありますので、その順番で見ていただければ、まあ、理解がしやすくなるとは思います。まあ、基本的には再生リストに分けてありますので、そこを参考にしてください。ということでですね、今日は宅建業法で絶対に得点してほしい結核事由についてやっていきたいと思います。これ以前の動画でもやっているんですけども、間違えたり勘違いする人が多いので、すでに勉強したという人もですね、復習の意味で必ず見てください。ということで、今回もまたコメントからご紹介させていただきたいと思います。MMMMNNNN さん、ありがとうございます。田中先生、助けてください。宅地建物取引士に関する問題です。ということで、まずは皆さん、この問題を一緒に解いてみましょう。令和1年問44。宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。選択肢こちらです。業務停止の処分に違反したとして、宅地建物取引業の免許の取り消しを受けた法人の政令で定める使用人であったものは、当該免許取り消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができない。はい、どうでしょうか？これですね、答えは、×ですよ。これコメント続きいきますね。解説では、業務停止の処分に違反したとして、宅建業の免許を取り消されたものが法人である場合において、当該取り消しにかかる聴聞の期日及び場所の公示の日前60日以内にその法人の役員であったもので、当該取り消しの日から5年を経過しないものは登録を受けることができませんが、当該法人の政令で定める使用人の場合は、登録を受けることができますとなっています。この場合、使用人は役員と同じ扱いになるのではないでしょうか。私は何と混同しているのでしょうか。わからず困っています。よろしくお願いしますというコメントでございます。ちなみにですね、私この方、この後にコメントで返事を返したんです。どこを見てそう思ったんですかっていうふうにコメントを送ったところですね、この動画のこの部分を見ましたということで返事が来ました。ということなので皆さんもこの動画のこの部分をちょっと見てみてください。この動画をまだ見てないという方はですね、一回全部通しで見ていただくといいと思いますけども、ちょっと重要部分を抜粋して今から再生しますので見てください。ちょっと復習の意味で見ていただいて、なんでこういうふうに思ってしまったのかというところを確認してください。皆さんもこの方の勘違いをですね、推理してください。いきますよ。こちらでございます。ポイントですね。この結核事由の過去問を解くポイントは、誰が何の罪でどうなった、この順番で考えるともう絶対わかります。この順番でしっかり考えて押さえていけば間違えることはありません。まず誰がですね、誰が、まあ、結核事由を判断される対象っていうのは本人か役員か政令で定める使用人のどれかです。確かにですね、結核事由の対象者で政令で定める使用人って私言ってますよね。ただですね、これ重大な勘違いをしています。これご指摘の過去問で問われているのは、いいですか、もう一回話戻りますよ。こちら、宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士資格登録、つまり宅建士の結核要件が問われている過去問なんです。いいですか、さっき私が動画で喋っていたのは、いいですか、これ宅建業者の免許のことですよ。もうこれ混同しちゃってますね。これいいですか、宅建業者の免許の結核事由と宅建士の登録の結核事由は全然違いますよ。もちろん内容は似ていますけども、別のこととして覚えていかないと頭が混乱しますからね。免許免許って言ってるとですね、宅建士のことを宅建士免許みたいな風に思っていっちゃうんです。
ですよ。宅建者、宅建師匠ですからね、宅地建物取引士ですからね、登録ですからね、違いますからね、この辺どんどん混同していくとですね、ごちゃごちゃになります。必ず分けて明確に理解してください。ですから私動画の中でもこういう風に言ってるんです。でまずですね、混同するとまずいので念のためちょっと最初に言いますけれども、これからやる結核事由っていうのは宅建業者の免許の結核事由ですからね、宅建師の結核事由ではないので、そこだけちょっと勘違いしないように気をつけてください。宅建師の結核事由についてはまた別の機会にやります。勘違いする人が多いんで、あらかじめ勘違いしないでくれっていう風に最初で言ってるんですね。それぐらい勘違いする人多いんです。でこれを勘違いすると本来解けるはずなのに間違えていくんです。ここで点を落としてしまうんです。絶対に皆さんにはそうなっていただきたくないのでご注意ください。ここが非常に紛らわしいので、知識が混ざっている方、そして混ざっていることに気がつかないでいる方がとっても多いんです。宅建業者の免許と宅建士の登録は別物です。皆さんが宅建試験合格した後にやるのは宅建士の登録です。業者免許はご自身で起業しなければ家族に関係ありません。まずここが大きな違いです。その上で続けて回答しますよ。とにかくですね、これ宅建試験で政令で定める使用人ってですね、失点スポットなんです。間違える人がとにかく多いんです。これなんでだと思いますか？なぜ政令で定める使用人が失点スポットなのかというと、私の推理によりますと、政令で定める使用人のイメージがつかないからなんですよ。これですね、政令で定める使用人ってですね、一言で説明できる方いらっしゃいますか？これ過去の動画でもですね、私やってるんですけども、ここすごく重要なので、もう一回ちょっと取り上げますよ。重要なので、ちょっと復習です。いいですか？政令で定める使用人とは、役員とは全く立場が違うんですよ。役員っていうのは、いわばですね、会社の経営側の人間なんです。経営陣なんですよ。要するに雇い主側なんです。対して政令で定める使用人っていうのは、あくまで雇われ側の人間なので、そこまでの重たい責任を負わされても困るんですよ。そもそもなぜ役員がアウトで政令で定める使用人が政府だと思いますか？ここからはですね、不動産業界のダークな部分を話しますよ。役員っていうのは、いわば会社の経営陣ですから、免許取り消し処分を受けると、また違う名前で会社を作ろうとするんですよ。こういうやつ本当に多いんです。そもそも業務停止処分に違反するような奴らですからね、ろくな奴らじゃないんです。これがまず大前提なんですよ。そういう奴らはですね、免許が取り消されたらまた会社を作ればいいんじゃねとか思ってるんですよ。ね、もう本当最悪なんです。たださすがにですね、俺がまた社長やるとまずそうだから、今度は役員だとお前の名前で会社作るか、みたいなことをやり始めるんですよ。ね、本当最悪です。特にですね、中小中小企業の経営陣っていうのは悪質業者であればあるほど悪の集団ですからね、まとめて取り締まらないと意味がないんです。そこでこういう行為を封じ込めるために、役員はまとめて5年間登録できないようにしているんです。対してですね、政令で定める使用人ってあくまで使用人ですよ。要は支店長なんです。雇われ店長です。政令で定める使用人っていうのは、役員の指示に従うしかないんです。所詮サラリーマンなんです。だから業務停止中に店を閉めたくても、役員から圧力かけたらですね、違反点分かってても店を開けざるを得ないんです。それが政令で定める使用人なんです。政令で定める使用人っていうのは、名前に政令とかついてるんで、なんだか偉そうに感じるかもしれませんけども、所詮社員です。サラリーマンなんです。中間管理職です。自らの意思で店を閉める権力も持っていない政令で定める使用人まで登録できないなんてしたら、あまりにもかわいそうじゃないですか。というか、政令で定める使用人からすればですね、困りますよね。この動画で政令で定める使用人のイメージは正しく持ってください。ちなみに他にも、取り消しの日から5年間宅建士として登録を受けることができなくなるケースが2つあります。何かわかりますか？こちらです。いいですか？復習しますよ。不正の手段により免許を受けたとき、業務停止処分事由に該当し、情状が特に重いとき、業務停止処分に違反したとき、この3つです。どれが出てもおかしくありません。全部覚えてください。法人が業務停止の処分に違反したとして、宅建業者の免許の取り消しを受けた場合は、いいですか？これらに該当して免許停止の処分を受けた場合は、当該法人とその役員、聴聞の期日、場所の公示日から遡って60日以内のものについて、免許取り消しの日から5年間登録結核になります。政令で定める使用人は該当しません。登録結核ではありません。なぜなら雇われている側だからです。ここはですね、絶対に間違えてほしくないんです。なぜならですね、ここの問題出る可能性は高いんです。で、政令で定める使用人ってですね、出現率が非常に高いんです。宅建業者免許の場合は、政令で定める使用人が一定の結核事由に該当する
する場合、免許を受けられなくなります。これと絶対に混同しないでください。これは宅建業者免許の話です。例えばですね、政令で定める使用人、つまり支店長が暴力団だったらやばいですよね。こんな業者に免許なんか与えられないんです。だからこの場合は政令で定める使用人でも該当してくるんですけれども、宅建業者の適格事由は全然違いますから、必ず分けて覚えてください。ここはテキストでよく確認をしてください。ということで、ここ知識固めるために過去問いきますよ。こちらです。平成23年問い29、宅地建物取引士の登録に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば正しいものはどれか。いきますよ。不正の手段により免許を受けたとして、その免許の取り消しを受けた法人において役員ではない従業員であったものは、当該免許取り消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることはできない。はい、どうでしょうか。答えは×ですよ。役員ではない従業員であったものですから、過去に勤務していた宅建業者が免許取り消し処分を受けたとしても、その法人の役員でなかった以上は宅建士の登録における結核要件には該当しませんよ。辞めた会社の不祥事のせいで足引っ張られてる場合じゃありません。ということで、この場合は宅建士の登録を受けることができます。次、平成14年問い35、宅地建物取引士が取締役をしている宅地建物取引業者が不正の手段により宅地建物取引業の免許を受けたとして、その免許を取り消されるに至った場合、当該宅地建物取引士はその登録を処除される。はい、どうでしょうか。答えは丸ですよ。すでに登録を受けていた場合はその登録を取り消されることになります。取締役って言ってますからね、これ完全に役員です。次、平成9年問い32、宅地建物取引業者 C が不正の手段により免許を受けたとして免許を取り消された場合、当該取り消しにかかる聴聞の期日及び場所の公示の前日に C の役員であった D は取り消しの日から5年を経過しなければ登録を受けることができない。はい、どうでしょうか。答えは丸です。不正な手段により免許を受けた宅建業者は免許を取り消されることになります。この場合、その法人の役員であった宅建士の登録は処除されます。その処除の日から5年経過しないと再度の宅建士登録を受けることはできません。全部ですね、この問題同じような論点なんですけども、文章が変わるとですね、なかなか分かりづらくなるんで、ここで絶対に引っかからないでください。今回とにかく言いたかったのは、宅建業者の結核事由なのか、宅建士の結核事由なのか、どっちのことを聞いているのかっていうのをよく確認した上で、その問題に合った知識を当てはめていってください。ここをよく分からないまま問題文読んでなんとなく答えているとですね、間違いますからね。絶対に気をつけてください。今日の動画が役に立ったという方、ぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。ということで、ではまた。